では5秒前からいきます。5、4、3、2、1、キュッ。あ、曲が出ない、曲が。はいはいはい、はい、あ、でも曲流れてないっぽいな、これ。どうも皆さん、こんばんは。こんばんは。夜のスッポナイトのお時間でございます。まあ、こんなもんでございますよ。こんなもんですよ、スッポナイトは。今日はスタートから3人でお届けできるということで、ね、お久しぶりです。いやー、お久しぶりでございます。お久しぶりでございます。いつぶりですか。いや、素晴らしいですね。あれですか、純喫茶シルドで第 2話以降。そうですね、第2話以降ですね。あ、レディさん、こんばんは。どうもありがとうございます。あ、早くもありがとうございます。本当に金曜の10時といえばというね、今日はあの金曜労働省でタイタニックをやっているという。タイタニック後編。今日が前編、今日が前編です。で、2週連続で来週が後編というね。前後編で。そうなんですよ。そこにもうそれをね、無視してでもこのスッポナイトにもういち早く来てくださってる方がたくさんいらっしゃるということで、ありがたい。本当ありがとうございます。世界的に大ヒット作品ですからね。負けてない。ね。ところでさ、みんなさ。あのマスクしてるときにさ、はい、メガネ組むのどうしてんの？諦めるんですよ。割と永遠のテーマですね。永遠のテーマですね。これさ、本当にさ、うかつに笑うこともできないよ。ちょっとだから鼻だけ、ちょっと鼻を出すみたいな。か、もう逆にですね、その鼻の、止めているメガネのなんか ありますよね。そこにもう挟んでしまうと、そうそこに挟んでしまうと意外と曇らないという。徳さん、こんばんは。早速コンティニューコインありがとうございます。ありがとうございます。ということなんで、どうですか、曇りの方は。今はだいぶいいですね。ありがとうございます。どうでしょう、そこを案外挟むと意外といけるんじゃない、はい、ね、いうかもう勝山さん、立花さん常にメガネかけてらっしゃる頻度高いから。そうですね、それこそ早いことそういうの見つけてるもんじゃないんですか、勝山さん。もう今密じゃないんでマスクいらないですよね。まあそうですけど、一応ね、やっぱりね。そうです。僕街中一人で歩いときてる時とかもうマスク外しますもんね。あ、感染リスクないですから。だって人は歩いてないから。マスクしますよ。そうです。どこに潜んでるか分かりませんからね。あ、そうです。まあそうですね。木陰からパッと来とか、木陰からパッとね、おばあちゃんが来たりとかしたりにしてね、もうやっつって、なるかもしれない。おばあちゃんが飛び出してくる可能性もありますからね。まあ、あとちょっとマスク慣れつけた状態で慣れて喋りたいなっていうのはちょうどええなと思います。あ、そうなんですか。あ、そうですね、そうなんですよ。やっぱりね、こいつは1年経ってもまだ俺馴染まない。いやー、そうですね、確かに。でも大じゃないですか、役者としては若干馴染んできてますよ。たまに普通にマスクをせずに舞台上に立つときに、ちょっとそわそわするっていう時がありますよ。あれ、なんか恥ずかしいって話やってる。フリーにしてるけど大丈夫みたいな。口元フリーだけど。いや、恥ずかしいはないんですよ。僕は恥ずかしいはないですけど、口元フリーで大丈夫みたいなことがあります。はい。まあでも実際このコロナになってから出会った人で、あんまりそのマスクの素顔を知らないみたいな人たまにいますもん。ありますね。ありますあります。俺劇団員だそう。え、劇団員増えたんですか。増えたんですよ。あ、そうなんですね。そうなんですよ。で、新しい子はね、もうほぼほぼ 90% マスクしか見てないので。ですよね、本当の顔はどんな顔かっていうのいまいちつかめてない場合ありますよね。僕もなんか飲み物とか飲まはる時とかにね、あ、こんな顔しらっと。僕もあります。僕もこの間演出の現場でそうでしたよ。なるよね。演出の現場でみんなマスクしてて、あの本番直前にマスクを取って、あ、なるほどってなる。そういう顔だったんだ。そうです。そういうのありましたけど。あ、プンクさんからコメントいただいてます。すいません、勝山さんにお伺いしたいことがあるんですが、ということで。あら、もういいじゃないですか。何でしょうか。うん。メガネの。まあ、何でしょうかって、今聞いてもすぐこのね、
音声で返ってくるわけではありませんので、しばしどうぞ、お待ちいただきたいと思いますけどね。はいはい、曇り止めと。ああ、曇り止め。曇り止めね。あのね、僕もね、一応ね、あのこのようなものを用意してるんですよ。それ何ですか？これあの眼鏡拭いたらあの曇らなくなるという魔法のグラス、グロス。そんなあるんですか？あるんですよ。で、これをね、あの眼鏡拭くでしょ、うん、ああ、ね、眼鏡拭いたら曇らなくはなるんですけど、今度あの水の中入ったみたいになるんですよね。なんかもう最初からになんか滲んでるみたいな。全然ダメじゃないですか。そうなの、ね、余計こっちの方が怖いなと思って。結局これはまた変わる。ちゃんとした曇り止めのクリーム塗ってやったらいいんじゃないですか。え、それならへんの？なんか水の中入ったみたいな。ならないです、ならないです。ほんまに？僕だってキャラショーやってる時にだって塗りますもん、曇るんで。そう、え、これはでもなるよ、バッタモン男爵。ああ、そうですか。だからそれは、うん、だからあれ、そんなんなるからさ、ダメなやつ。ダメだ、ダメな。あ、プンクさんからいただきまして、コメントいただきましたよ。はい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 、おお、今日ツイッターに上がってたインディペンデントのイベントって、仙台はこれからチケット発売されるんでしょうか。ああ、お、なるほど。何なんでしょう、これは。チェックありがとうございます。ありがたいですね。ツイッターに上がっていたインディペンデントシアターのイベントって何でしょう。どういうことですか、インディペンデントのイベントって何ですか。一人芝居のね、あの、うん、インディペンデントフォースシーズンセレクションっていう、まあなんかその一人芝居の人たちがいっぱい集まって一人芝居を地方でやるぞっていうイベントがありましたね。5年に1回ね。そう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 。まあそれにあの和田雄太郎っていう役者と一緒に、はい、あの勝山も参加するんですよ。でそうですね。なるほど。のあの僕と和田雄太郎が行く地域っていうのがあの仙台と沖縄と大阪東京なんですけどもね。4つも行った。遠征するんですね。4都市東京も行くの、はい、そう。インディペンデントは合計7都市かなあるんやけど、そのうちの4都市を、うん、いや、いいじゃないですか、まあね、出させていただけるいうことで、ね、おめでとうございます。ありがとうございます。僕はね、まあ、でもう出れなかったですか、うん、米山さんに席を譲りましたから。席を譲ったっていうか、譲ったことにしといてくださいよ、風間さん。ここは選ばれなかったというよりは譲ったってことにしといた方が、なんか、まあまあまあ、みんなが丸く収まるんで、はい。あ、そうですか。うん。まあ、わかりました。じゃあ、まあ、はい、席を譲られたね。うん、はい、そしたら、米山はまたプータレるんでしょうけど。私が譲られたら、プータレるんですか。ぶたれます。あ、例えば選ばれたっていうことがあの重要なことですか。あ、自意識をこじらしてるなぁ。あなたもね。そうですね。こじれてます。はい。こじれてます。はい。本当にすみません。まあ、それで、あの、チケット発売は、あの、ぶっちゃけ知らないんですよ。知らない。まあ、ということは、これからっていうことはこれからってことですね。うん、これからなんですけど、いつですみたいなアナウンスは多分あの事前に送られてくるんでしょうけどもね。まあでもまあ、あのね、デリケートな時期ですし、その辺はうまい、ちょっと測ったりしてるんじゃないですか、うん、さん。うん、まあね、伺い知れないところではありますので、はいはいはい、もうしばしお待ちくださいとしか申し訳ないですね。常にチェックをしていただくということで、文久さん、よろしくお願いします。なるほど。今回はあれですか？はいはい、ああ、ごめんなさい、どうぞ。あ、いいえ、どうぞどうぞ。はい。7月頃からスタートするんですか？あ、そうです。その、お、7月に仙台、8月に福岡、うん、あ、ありがとうございます。沖縄、そうです。あ、もう、はい、早速チェックしてますね。うん。おー、IT ボーイは早速チェックしてますね。すごいですね。IT ボーイなに、もうちの IT ボーイですから。いや、そうなんですよ。うちの IT ボーイですよ、武田は。僕が IT ボーイ襲名した時はあれです。iPad を購入したっていう、もう IT ボーイにガーンこう昇格した瞬間ですよね。あ、うん、あ、なるほどね。初めて買った iPad はもうプロでしたもんね、武田さんね。そう、もうプロフェッショナルですよ。iPad プロ。はい。遅いじゃん。IT ボーイ遅えよ。IT ボーイ、うちの IT ボーイは、ええ、遅れてきた IT ボーイですよ。そうなんですよ。IT ボーイと言われて久しい。ええ、ね、使いこなしますね、IT ボーイはね、うちのね。そうですよ。さすがです。いや、ほんで、あの、立花さん、髪の毛切られてるじゃないですか。髪の毛切りましたよ。
もう。これなんでなんですか。なんでなんですか。なんでなんですか。普通に長すぎたから切りたかったのと、まあ結婚式が、あさってあるからなんです。あとあれですよね。はい、小枝さんにちょっと憧れが。そうなんです。あのね、聞いてください。聞いてください。あのね、散髪屋さんね、まあ美容室行って、うん、あの普通にもうずっと長かったんで、そのね、うん、あの前回の元若でな長いがいいって言われたんで、はいはいはい、長いのがいいからもう、うん、もうバチバチに切ったろうと思ってバチバチに切ったんですけど、うん、お前そのこの感じで結婚式やるつもりかっつって家帰ってめっちゃ怒られるっていうお前切りすぎやろっつって、ね、横ないやん。ないんですよ。もうなんでそんなことすんの？なんでそんなことすんの？こんなんかあの山下春樹くんみたいな髪型さちょっとわかりにくいですけど小劇場あるある小劇場うちはネタあそうなんですね、いやちょっともうガンガン言ってくださいって言った、なんかなめだるまを目指しましたって言われました。なめだるまっていうラッパーさんがいるんですよ。へー、はい、小枝さんはオマージュしてないですか、イメージ。まあ僕的には小枝さんやったんですけど、うん、あの美容師さん的にはなめだるまだっていうふうに言われました。まあ結婚式にはちょっとねいかついかもしれませんけど、うんうん、まあまあ、あの楽しみですね、うん、こういうことになってしまいまして、まあ、うん、反省をしつつ、反省をしつつ、まあ思い出に残る結婚式にしていこうかなって、うん、あ、いろんな意味でね、はい、いろんな意味で、ね、やっぱ思い出がやっぱ物より思い出なんで、うん、いいじゃないですかまあでも先週からちょっとマシになってこれですからね。そうですね。どういうこと？先週はもっともっと言ってましたからね。ねえ、もっと言ってました。先週1週間経ちましたから、これでも1週間経ったもん、もんなんで。なるほど。だからまあ分かんないですよ。だから2日後にはもうだいぶマシになってますからね。いやいや、どんだけ、もうこんな薬を使ったら。薬は毎日飲んでますけれども、はい。和装か洋装かということで、和装でございます。いや、洋装でございますけれども、そうですね、いよいよ日曜日ですよ。いやー、あとは楽しみだね。まあまあね、ここだけ、ここだけの話といいますか、武田さんにもね、勝山さんにもご協力いただいてですね、楽しい、あの、あ、和装じゃない、和装じゃないです、ね、和装じゃないんですよ、洋装なんです。だからもう一括和装だったら大丈夫。メガネは、メガネはあのこれはやめようと思ってます。メガネの関してはあの黄色ですか。黄色、黄色って何？黄色メガネはこっちで行こうと思ってます、メガネ外しちゃうとほんまにね、うん、もうアウトなんですよ小枝さん、小枝さん、そうなるか。だからこう行こうと思ってます。メガネはこっちで行こうと思ってますけど、あ、なるほどね、はい、でも薄いな。せめて、うん、せめてこれで行こうと思ってますけれども。なんかあれちゃう、あのフードとか被ったらいいんじゃないの？フードを被る。おフードを被る、まあ、確かにやっぱり思い出が大事ですからね。そうですね。やっぱ、あ、なんでかフード被ってたな、覚えてるわっていうことでしょ。まあでも覚えてるわフード被って。やっぱね、あの、はい、いろいろお話も聞きましたけど、どんな結婚式にしようかなみたいなのはね、はいはいはい、多少あるわけですね。そうですね、はい、それはもう花さんの結婚式ですよ、うん、もうエンターテインメントの粋を凝らしたものに決まってるじゃないですか。いやいや、ちょっとちょっと待ってください。かなりプレッシャーかかりますね。それそうです、あの武田さんにあの司会していただくんでね。私あの司会を担当しますけども。そうなんですよ。ただね、できるんですか？あの、いやいやいや、そらそら AD たるやこう声出しはもうしてますから。あら、そうですか。いつ出すんですか、AD で。タレントさん入られますみたいな、ね。ああ、なるほどね、うん、なるほどね、うん、それ以外言わへんやろ。言うか、他に。まあでも、ほんとね、すごい時間にすごい余裕がある感じですよ、今回は。だいたい結婚式の披露宴って結構急急で、いろんなものをやりたい、やりたいって言って、あ、ね、結構なものをね、詰め込んで、詰め込んで、結局なんかちょっとオーバーしちゃうみたいな時間をね。あ、なるほど。うん、今回そういうことはないです。ないですね。皆さん、うん、
にお任せするっていう、もう思い思いに楽しんでくれっていう。20分ぐらいのなんか演目は用意した方がいいんですか、我々演劇人として。今からやっていただけるんですか。いや、やっていただけるんやったら。でもそれは参加、あの時間の余裕はありますよ。あ、そうなんですか。はい、時間的余裕はね、田島さんありますよね、うん、バカみたいになります。どう見ようか、どう見ようか、武田さんと今はもう、もう悩みに悩んでおりますけれども、まさかこんなことになるとは思ってませんでしたけど、できる限りあのスマートな結婚式にしようと思って、のんびり、そうなんですか。何にも、そうですね、もう ずっと五感談ですよ、だから。メインは五感談です。メインは五感談です。まあまあ、まあそんな中で、ね、皆さんいろんなお話を伺って、はいはいはい、こう人となりを、皆さんに知っていただこうっていう、そういう式になればいいなと思っておりますけど。なるほどなるほど。いや、もうね、だからやっぱざっくばらんな方がいいなと思って、なんか形式ばった感じ嫌なの。まあそうですね、ご親族の方メインなところもありますしね。はい、なんでね、まあ言ってしまえば、武田さんと僕と2人が率先してマイクを持ちひたすら喋るっていう、そういう結婚式。この時間やん。この時間やん、まあ、この10年以上培ったものはそこで、やっぱ僕らのチームワークはここで、やっぱここでね、やっぱあの発揮すべきだなっていう。このためにやってきたんだと。だから勝山さん、勝山さん大きい声で突っ込んでいただければ、あの親族の前で。そうです。じゃあいいよ。俺ちょっと聞きたいことあるのよ。ほんで何ですか。はいはい、一応は僕はあの音体からね、はい、皆さんからね、はい、あのちょっと勝山君ついでにカメラも撮ってよと。ああ、そうですね、はい、ついでというか、はい、スキルですね。すいません、まあ、僕はしてるんですけど、僕はあの望遠なんてものは持ってないんですよ。ああ、なるほど。うん、僕は近いのかい席に。君たち勝山さん聞いてください、はい、僕の目の前です。それで近いな。僕の目の前ですよ。席次表というのをちょっと拝見させていただきましたけど、勝山さんね、あの、うん、主賓席です。あらまあ、これが、うん、僕自ら作りました席なんですけれども、ここの B 席です。立花私ですけれども、ここ勝山さんです。すげーな。ええ、すぐです。もかぶりつきやん。かぶりつきで、かぶりつき席。ええ、あ、分かったわ。これはこれでなかなか楽しそうですか。いや、もうニヤ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 しながらやっていただければと。ああ、そうですね。ええ、もうね、覆そう。いや、本当にそう。これまでの結婚式を覆そうっていうね、僕のそのやっぱり。あ、え、そんな、そんなスケジュールじゃなかったですか。そうですか。あの、はい、社会、やっぱね、ちょっと社会に疑問を投げかけるタイプの人間なんで。結婚式の日にそれやめようや。いや、言われたいもんだって。奥さんにもそう言われますね、やっぱり。あ、そうですね。うん、やっぱあの奥さんのためにあるようなもんですからね、結婚式、披露宴っていう。あ、そうですね。そうなんですよね。うん、うん、こういうとこですね、やっぱ自意識が勝っちゃう部分ね。うん、でも割と空いてるでしょ、時間は。時間は空いてます。時間は空いてます。すごい空いてます。はい、主に僕と、うん、ずだから2時間僕と武田がつなぐっていう結婚式です。だからそれは今やってるやん。いや、だってお父さんもお母さんもさ、うちの親もそうですけど、うん、やっぱうちのツイキャス見に来てくれないもの。いや、まあそりゃそうです。欲しいのか。だからよ、あわよくばうちのリスナーになっていただこうっていうね。あ、なるほど。その辺の告知とかも入れときますか。告知も入れていきましょうよ、だからしっかりと、金曜日の金曜日はあのツイキャスやってますって。ただ、あの変な空気の時はやめときましょう。バーッと盛り上がってたらね、よかったら私たちやってますんでっつって、ただ内緒ですよって、武田の本業は内緒ですよって言いながら、
武田さん本名じゃないんだね。あ、そうですか。です武田の裏垢のことは内緒でお願いします。あ、武田さん裏垢、あ、そうなんだ。そうなんだ、ね。お母さん武田の裏垢の大ファンなんですよ。うちの嫁のお母さんがね。ああそうなんですか。うちの義理のお母さんが武田の裏垢の大ファンで。うんうんうん、あ、ありがとうございます。携帯のパカ、携帯ケースのこのパッて開いた手帳型のパッて開いたここにサインをくれって言ってますからね。署名を。もうそれ一つでもうお母さんはもう。お抑え込んだって感じですよね、うちはね。抑え込んだって感じ。でも聞いてないでしょ、これ。聞いてないですよ。だって武田は裏垢ではこの表垢のこと言ってないんだもん。本名は隠してるから、武田は。裏垢の時は。でも知ってるんでしょ、知ってるんでしょ。知らないですよ。知ってるんでしょ。ああ、義理のお母さんはご存知なんですか。義理のお母さんはこの一緒にこう、ここのことは知らないです。この夜のすっぽないとは知らない。ああ、知らないです。だから多分知らないです。だから劇団時代の。仲良し、はい。あの武田さんの正体知ってる人って誰？誰？うん、まあ誰と言わんでもいいけど、あのまあまあ俺はまあまあ知ってるさ。そうですね、そうです。まあお会いしましたね、お食事もしましたから、うん、はい。けどあの実際誰が知ってんの？誰が知ってるんでしょうね。でも。結構武田さん危ういこと言ってますからね、うん、ちゃんとしや調べたら分かるんですけどね。いやいやいや、分かんないですよ。何のために僕たちが裏番組について毎週毎週今週の裏番組は何ですかって言ってるかっていう話ですよね。ああ、ええ、とかね。あ、そうですね、そうですね。まあレディーさんとプンクさんは知らない知らない分からないっておっしゃった。まあ、成功してるんですね。うん、大丈夫です、うん、バレてませんよ。まあまあプンクさんに限って言うとこうやっぱ関西じゃないとね、まあそうですね、絶対分からないなという、関西の方でねやっぱね、うん、裏垢はご活躍されてますんでね、うん、という感じですかね。そうか、聞いてくださいよ、うん、どうしたんですか。あ、はい、ちょっと先日あの上田に行ってきましてね、長野県。お、はあ、おいいじゃないですか。秘書地じゃないですか。インディペンデントでね、うん、はい。あ、でまあ、そこの、まあ、スタッフの子とは、まあ、結構ずっと仲良くさせていただいてましてですよ。うんうん、で、その LINE をしてた日がありましてね。うん、と、うん。で、その LINE をしてた日が、ちょうど武田さんのハッピーバースデーの日だったんですよ。あー、なるほど。うん、5月3日。で、そう。で、勝山さん、今日何をしてらっしゃったんですかと。言われたんです。ほう、はい、まあ仕事の話ですね。はい、で、あ、僕は今日は何もしてないですと、うん。ただただ村の平和を守るためにモンスターを飼ってましたと。なるほど。里ね、里ね。うん、で、そうで、あえて言うなら知り合いに、はい、知り合いの某人に誕生日おめでとうと。いや、今危なかったですよ。はい、危なかったね。今危なかったね。ごめん、ちょっと今どういうことですか。今ちょっとなんかアナグラムみたいなことを言いそうになりましたから。アナグラム、知り合いのアナグラムとか言ってましたからね。知り合いの業界人に誕生日おめでとうって送ったのが、強いて言えば仕事だ。ああ、なるほど。言ったんです。誰とは言わずにね。はいはいはい。おうほうほう、うん。そしたらもう向こうの人は。もうなんかちょっとね、関西で演劇やってる人っていうのはちょっとなんかね、すごい人みたいなこと思ってもらえてるんでしょうね。ああ、なるほど。なメディアに繋がってるぞと。そう、あ、もうさすがやっぱりそういう業界の方と繋がってらっしゃるんですねっていう返事が来てですね。もう僕は複雑ったらなんと。そうですね。いやそれは深いつながりですよ。それは我々三人はね。そうですよ。毎週こうやってやってるんですから、もうレギュラーやってずっと一緒にレギュラー番組やってるわけですからね。そういうことでございます。武田さん、トンクさんからコメントいただいてますよ。何でしょう。武田さんがカンテレ関係の方ならお礼が言いたいですとことで。ああ、そうですか。カンテレさんではないんですけど。というわけで、俺は申し訳ございません。俺はお礼でもらっておきます。俺は返却させていただきます。すいません。カンテレではないんですけれどもね。そうですね。だから、カンテレじゃないってことですね。そうですよね。あ、そうです、ね。だから言ってるよ、ね、裏番組は何の映画をやってるんだっつって、今日はタイタニックですよって話をしてますからね。仙台で言うとですね、宮テレさんですね。
言うんかいお前言うんかい系列としては、ね、系列で言うと、はい、うん、俺もそうや、あの聞きたかったんですけど、その裏側ね、はいはい、うん、裏垢が出てるあの番組っていうのは全国で流れることもあるんですか？今はね、あの全国ネットは出てないんですよ、うん、そうですね、ちょうど半年前まではずっと全国ネットだった、うん、そうですね、そうそう、全国ネットの番組担当されてましたもんね、だ半年前までは。今はローカル番組を担当されてると、うん、今ちょっとポロッと出てないんですよねっていう。まあまあ担当されてるとか言っちゃってますからね。もうね、ちょい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 ですけど。何ですか今日は、今日は何なんですかこの会話。わかんないです。浮かれてますねこれ。浮かれてますね。浮かれてますね。浮かれてますね。まあ、結構ね、これもこれもですよ。あの僕はやっと3話が聞けるっていうのが嬉しいんですよ。ああ。そうです、ありがとうございます。3話、うん、いや今日ね、なんと、ね、すっぽんのベル第3話がね、やっとだよ、うん、いや何週、1ヶ月ぐらい空きましたからね、すいません本当に申し訳ないです。いやでもね、いい作品だったと思いますよこれは。本当ですか？僕はすごく自信作ですけどね。僕はあの結構あの第2回のことは根に持ってる部分があるやっぱり、まあ、やっぱりそうですか、まあまあ、そうですよね、はい、で曲がりなりにも自分が始めたものなのでね、なかなかそうですよね。やっぱ勝山さん的なその理想像みたいなのはなんとなくあったでしょうしね。愛、まあ、てか愛着だよねまずね、理想的愛着ですね。なるほど、うん、まあ、ちょっとね、第2話から3話がちょっと空いちゃいましたからね。そうですね、どんな話だったかなっていうのを皆さんはちょっと忘れちゃってんじゃないかなと思いますけどね。思いますけどね、うん、じゃないや。いや思い忘れちゃってると思いますんで、私がとかじゃないんだ。思いますけどね。って終わっちゃう。僕も忘れちゃってますから。あ、忘れちゃってんだ。あ、うん、あ、だからあなたはだから自分が犯した罪のことも忘れてるってことですね。忘れちゃってる。勝山さんに対する罪を。本当にね、なんだろうね、あのちょっと大事なものを買ってきてってお小遣い渡したらさ、ギャンブルに使われた気分なんだよね。増やそうと思って、増やそうと思ってっつって。そうそうそう、良かれと思ってるのは分かるけどさ、そんなダメだろ、その金でっていう。なるほどね。あ、なるほど、なるほど。だけどさ、そういうことだよ、本当に。だけどさ、これから勝山さんは2番手、3番手にしよう。あ、そうですね、あ一番 愛が深すぎるから、一番愛着が、うん、そうね、愛着が持たれちゃいたいよね本当にもうむちゃくちゃにしてやりたい、ね、なるほど、むちゃくちゃにしてやりたい、ね、次はね、次は勝山さんは一番じゃないっていうのは確定しましたね、うん、ええ、そうですか、はい、なるほどね、はい、まあでもあの今回ね、立花さんがこう書いていただく番じゃないですか、うんうん、そうですね、この結婚式直前のね、うん、まあ言ったらクソ忙しい時に、あ、はい、執筆をいただいたということでよろしいですか？いや、ありがとうございます、まあまあまあぼちぼち忙しくさせていただいている中、まあ頑張ってやりました、はい、いいじゃないですか、もう早速思いが乗ってるんじゃないかと思いますよ、うん、はい、第3話、はい、行っちゃいますか？行きますか、うん、もう行っていいですか？時間は大丈夫ですか？ズームの方は時間は大丈夫なの？大丈夫かな、まあカウントダウンも出てないんで、うん、ズームもあと10分以上ありますから、じゃあ行っちゃいますか？わかりました、行っちゃいましょうか、じゃあタイトルコールしてください。はい、では行きましょう、すっぽんのベルリターンズ。曲が流れてないっぽいな、あれ？あ、そうですか、うん、はい、曲なんていらないでしょう、我々の番組には。そうですか、うん、来ました来ました、すっぽんのベルリターンズのコーナーでございます。まあ、我々はね、はい、シーズン1の桃太郎を終えてもうシーズン2に入ってるわけでございますね。そうですね、はい、もう皆さんちょっと新しい作品もう覚えてらっしゃいますでしょうか？はい、純喫茶チルドレンというね、レディさんはなんとなくしか覚えてないっすって書いてある、ああそうでしょう、そうでしょう、私もそうです、はい、そうなんですよ、まあ勝山さんがね、第1話を書いていただきまして、はい、そうですね、えー、
はい、主人公の名前は、まあ、覚えてらっしゃいますか。もうあの吉吉夫というね、覚えてらっしゃいます、38歳になるというような男性でしょうね、これはね、おそらくね、おそらくね、もう男性だよ。まあ大前提として、あの、はいはいはい、子供にしか入店することが許されない喫茶店があるという前提でございましてね、うんうん、もうそこに行きたいなというような、うん、あ、よしよしおが行って、はい、まあ、なんで行きたいと思ってんの、なんやかんやあったわけですよね。なんで行きたいと思ってんの、よしよしおは。もうその辺はね、これからでしょうね。言ったよ。じゃあ一応言ったよ、こっちは。あ、そうでしたっけ。あ、そうだね。そうでしたね。なんか社会的になんかあれですね、子供のままになってしまっているみたいな、そんな感じでしたっけ。社会的にはいらないけどね。ねえ、そういうこといろ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 あってですよ、はいはいはい、あの、まあ、武田の第2話もあって、はい、これざっと振り返った方がよろしいですね、やっぱね、今までちょっとあんま覚えてないという。あ、でもそれじゃないの、あの、それこそさ、花さん3話、はい、書いたんだよね。はい、書きました、はい、あの、見直して書いたんだよね。そうですね、うん、あ、じゃあ花さんの方がわかるんじゃないの。あ、僕が、ね、あ、そうですね、まあ、そうですね、まあ、ざっくりと言いますと、そうですね、そのよしよしおがですね、はい、まあ、社会的にもですね、あの、精神的にもいろいろ、もういつまでたっても子供である38歳よしよしおですよね。彼は自分は子供だと、言ってはばからない男なんですけれども、うんうん、そんな子供の彼は自分が子供だと信じてるので、そのどこかで聞いたその子供にしか入れない喫茶店にいつか、うん、入店してやろうと思ってですね、うん、その入店する方法が様々あるんですよ、うん、なんかおばあちゃんね、父かかの服を着たおばあちゃんに2000冊を渡すとか、うん、あとあれですね、携帯電話が壊れているっつって困ってる、弾丸と大きく書かれた革ジャンを着ている痩せこけたチャラ王に、なんとかしてあげるとコインランドリーに連れて行かれるとかですね。あと、ちょっと混ざってる。ボブショートの、赤い傘を着たボブショートの人にゾウさんの浄土で水をかけるとかですね。まあいろいろあるんですけど、まあ、それをするために、あと炭酸電池をまあ誰かにあげるっていう。まあそういうなんか、あの、伝説ですよね、突拍子もない突拍子もない都市伝説を行うと、いけるんじゃないかと、その子供しか入れない、喫茶店に入店できるぞっていう話でですね、それを信じて彼はずっとあのそれを持ちながら日々過ごしてるんですけれども、まあ、そんな日々を過ごしている時にですね、うん、もうちょっといたたまれなくなって石を蹴るとですね、うん、そこになんかいたって聞こえたんですよね、なんか石、うん、ずっと小石蹴って歩いてるんですよ、うん、子供なんで小石蹴ってね、うん、この38歳なんですけど子供の心を持ってるんで、家帰るまでずっと石、うん、あの、蹴り続けれたら今日はいいことあるみたいな、そういう願掛けをしながら帰ってたんですけど、ちょっといた気持ちがちょっといたたまれなくなってバーって蹴っちゃったんですよ、ね、じゃああの、いたって言われるから、あ、なんやろうと思って、ごめんなさいごめんなさいって言ってたら、そこには誰もいなくて赤い花がね、うん、一輪咲いてたんですよ、はい、で、あー、かわいそうにと思って、こんなところでごめんねって、うん、石当ててもたわっつって、もう上路、象の上路、象さんの上路もずっと持ってますから、水入ったままとこぼさずにずっと持ってますからね、それで水をあげようと思って水ぶーあげてるんですよね、でバーあげてた、あげすぎてて、でそこに、うん、そこからですね、バーってこう土が流れていて、そこにですね、何ですか、カード前が落ちてた、うん、カードが出てきて埋まってたんですね、カードが埋まってたんですよね、だから簡単に流れる土やったんで、うん、ふわっと盛られてたんでしょうけど、僕は僕の書いたものに対するちょっと疑問点的で、で、まあカードが出てきて、うん、ハッと見たらですね、なんかお母さんに似てる人のカードです、うん、でも、もう名前も違うし、はい、まあ青年、ね、いろいろ情報は違うんですけど、お母さんに似てると思って、
お実はお母さん、うん、免許証やったんですね。そう、免許証やったんです、うんうんうん、でも実はお母さんあの何年前かに出て行ってたんですよね、家を、うん、38歳の男を置いてね、うんうん、当時何人物かは知らないですけど、うん、置いてお母さん出て行ってて、お父さんいるかどうかわかんないんですけど、うん、まあ出て行ってて、でもうどうしようもないっていうところで、うん、でまあちょっとお腹が痛いなっつって、うん、急にお腹が痛いなっつって、深いな、お腹痛いぞっつって、うん、でお腹痛いなと思いながら早く家帰らなあかんと思って家帰って、うん、でトイレ行って、うん、でちょっとお母さん似てるからちょっとアルバムと見て確認しようと思ったら、うん、パサッとそっか封筒が、うん、で昔のアルバムの そのなんか隙間からでしょうね、パサッと封筒が出てきて、でパッと見たらそこに札束が入ってる、しかも帯のついた札束っていうことですからね、もう完全にそれはもう下ろして、うん、下ろして出してきたやつですよね、っていうところで前回終わってたんですよね。はい、うわあ気になる、うん。やっぱちょっといいじゃないですか。うん、いいんですか。なんだなんだってなってますよ。急にお腹痛くなって帰ってるところに勝山さんはまあちょっと苦言を呈してましたけど。うん、いややっぱね、この流れもさっさとアルバム開けろやっていう気持ちですよね。赤い花は何やったんやとかね、いろいろ。やっぱその時代設定といいますか、近所の描写とかね。やっぱこれいいですよ、第2話はね、うん、自分で書いたやつを褒めてるんですね、本当この子どっか壊れてるんじゃねえか、マジで。いや彼はね Z 世代なんです、 Z 世代、優しい子なんです、優しい子なんです、欲がない、Z 世代なんです、いやもう分かり合えねえな、業界人とはな、本当にな、こういうのが引っ張るのはダメになってくるじゃん、大丈夫です、業界人の中でも武田さんはギラギラしてないタイプの業界人ですから、優しい業界人です、うん、あーデニーさん、こんにちは、ありがとうございます、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、優しい業界人武田ですけど、優しい業界人ですね、僕はその優しさが辛いよ、じゃあだとしたら、うん、そういうわけで、いやでもお母さん、お母さん、はい、あれお母さんだけどな、思ってた名前が違うっていう、これどういうことだみたいな、あ、よく覚えてるんですね、そこはね、高橋さん、いやそこがミソですからね、なるほどなるほど、確かにね、どういうことだって思いますよね、どういうことだ、うん、ね、そこで第2話終わってる、うん、気になる、うん、気がそうですね、どうにかしてくれる、うん、そういうことなんですね。さあ、いよいよ第3話ということなんです。これ、ズームはこのままいけそうなんですか？あと1分未満だったので、1回切りましょうか。ああ、そうですね。はい、もうこれで、この後、このズームをつないだら、もう第3話にと、はい、衝撃の第3話ですよ。うわー、楽しみだ。頑張っていきたいと思いますんで。じゃあ、はい、安定しますんで、このままお待ちください。はい、お待ちください。いやー緊張しますね、久しぶりに書いたんで、これはどう受け止めてもらえるかね、緊張ですね、どのようにね受け止めてもらえるかね、これは緊張ですよ。さあいよいよね、第1話第2話を簡単に振り返っていきましたけれどもね、まあこれで内容は大体分かっていただけたかなと思いますが、はい、結構ね、いよいよでございます、結構攻めた、うん、攻めました今回、お、はい、第3話攻めましたか、はい、だからどう受け取ってもらえるかちょっとドキドキする部分がすごいあるんですけど、一気にストーリーが進むのか、はい、それでは立花先生による第3話でございます、それでは言ったのにね、ごめんなさい、第3話タイトルつけました、何だったかな、よしおの葛藤とその答えですかね、始めさせていただきます。封筒には帯のついた札束が入っていた、100万円、ヨシオは思わず結構大きな声で叫んだ。このお金は何だ？もしかしていなくなった母が置いていってくれたものなのか？
だとしたら、なぜあの時直接渡さずこんなところに隠したのだ。他にも手紙などの手がかりが入っているのではと封筒の中を確認するも、入っているのは札束のみ。謎の札束を前に、よしおはなすすべなく呆然とするしかなかった。1時間が経ち、2時間が経つ。やがて日も沈みかけた頃、よしおは立ち上がった。風俗に行こう。結構大きな声で叫んだ。ようやく決心がついたのだ。あれからずっと考えていた。風俗に行くのか行かないのかを。100万円という最強の後ろ盾を得た今、金銭的問題は余裕でクリアしている。あとは自分の気持ち次第だった。よしおにだってプライドがある。子供のままであるということだ。38年間守り通してきた体操をここで捨ててよいのか。あと2年待てば魔法使いになれる。魔法さえ使えれば人生は思いのまま。そこからの人生はバラ色だ。その絶対的な権利をここでなくしてしまってよいのか。何より童貞を捨て子供で亡くなってしまったら、子供にしか入店することが許されない喫茶店に入ることができなくなってしまう。あんなにも日々願ってきたじゃないか。2000円札と炭酸電池とテレホンカードとたっぷりと水の入った象さんのじょうろを持ち歩いて毎日過ごしてきたじゃないか。それを無駄にするのか。自分の志はそんなものだったのか。よしおは今までの人生で一番に迷った。葛藤に次ぐ葛藤、選択に次ぐ選択、そして一つの答えにたどり着いたのだ。素人童貞は捨ててない。そう、風俗は所詮お仕事、体と体だけの関係なのだ。本当の意味での体操を捨てるわけではない。心は守り通せるのだ。それなら自分の純粋性、子供らしさは何も変わらない。2年待てば魔法使いにだってなれるし、素人童貞を捨てるのはそこからでも遅くはない。何より魔法を使ってその時が来たとして、女性のことを何も知らないなんてお相手に申し訳が立たない。そうだ、僕は純粋なままなんだ。純粋だからこそ風俗に行くんだ。風俗は純粋なんだ。歪んだ理想とこじれた自意識、そして何より金銭的余裕は、よしおに正義と勇気をもたらした。そうと決まればお店選びだ。今までありとあらゆるお店をリサーチしてきた。エステ、出会い系、人妻、教師、痴漢、予売、電車、SM、M 性感、エトセトラ。各お店の目当てだってチェック済みだ。よしおは手のひらに収まる小さな画面でブックマークしている大量のページを入念に見定め、ついに一人の女性にたどり着いた。人妻ファッションヘルス、絆ドッキュンの愛子さん。彼女が経験豊富なことはホームページの日記を見れば一目瞭然。経験不足のよしおでも見事にナビゲートしてくれるだろう。よしおは傲慢な男ではない。知ったかぶりをすることがろくな結果を生み出さないことは分かっている。 AV なんて嘘なのだ。あんなものはファンタジーだ。やるからにはきちんと一から学び、正しいテクニックを手に入れるつもりだ。お店もお相手も決まったよしおはお風呂に入り、歯磨きをし、持っている中でも一番おしゃれな T シャツを選び、札束の入った封筒を無造作にポケットに押し込み、きちんとマスクをして家から飛び出した。世界はなんて魅力的なんだろう。つい結構大きな声で叫んでしまった。いつもの街並みが鮮やかに見える。足取り軽くコンビニを通り素通りし、やたら滑りのいい滑り台を経由し、いつもは寄りつかない繁華街を緊張しながら歩き、とうとう人妻ファッションヘルス絆ドッキュンの前までやってきた、その時だった。以上になります。
なるほど。いやー、うん。あー、そうか。攻めましたね。攻めたでしょ。そうか。攻めましたよ。僕は攻めました。第2話の影響というのを色濃く受けているような感じもしましたけどね。まあ、あれですよね。やっぱあるものは受け止めていかないといけないじゃないですか。いや、なかったことにできないんですよ。あ、目の前のことが、ものが起こっているということは、それはイエス&イエーっていうね、まあ、精神があるんですけれども、やっぱ受け止めて、はい、そこからじゃあ次どうしていくかっていうことを考えるわけですよ。あ、まさにすっぽんのベルのいいところでございますね、うん、これがね。悪いところだ。何二人で肯定し合ってんの。まあ、だよな、でもな、2対1だからな。あなたたちのラジオだしな、これはな。これが集めくも言うことじゃ。引き込まれました。ありがとうございます、皆さん。ありがとうございます。うん、プンクさんからも拍手をいただいております。うん、あ、うん、やっぱ花さん、いい声だなと思ったよ。ありがとうございます。うん、思った思った。勝山さんも、ね、ええ、まだね、あの花さんには何だろう、あのやっぱリスペクトがあるからね、聞けるのよ。おっと、白羽の矢が、白羽の矢が別のところに。あれ？あれ？あるんですよ。まあまあ、そのアルバートのねセリフを使ったっていうのはさて置いといて。さて置いといて。そうなんで、そうなんでしたか。いいと、いや、これはもう。勝山さん、お喜びだろうなと思って、僕はっ、ね、それで喜ぶぐらい、俺は甘くはねえけど。でもね、やっぱね、あの言葉でさ、あのこういう行動をするのは嫌そうじゃないって、あの素人童貞とか理屈だよね。うん、その理屈をつけるだけで、じゃあもう聞いてる側は納得しなきゃなんないじゃん。おお、続けがうまいなと思ってね、やっぱね。ああ、そうなんですね。動機だよね、動機。言い訳、理由、その辺はやっぱ、ああ、いいな、これはじゃあもう納得するしかないなと。ああ、嬉しいですね。おお、ありがとうございます。はい、うん。あ、でも、純喫茶チルドレンはもう行かないのかな。おお、待ってください、勝山さん、待ってください。勝山さん、待ってください。ここからなんです。選択肢が、選択肢があるんですよ。勝山さん、この選択肢をしっかりと、はい、聞いていて、うん、ここで判断してほしくない、僕は。選択肢まで聞いて判断してほしいんですよ。なるほど、ね、それで、前回僕が言ってたやつじゃないですか。嘘。選択肢まで聞いて、覚えてない。聞いてる方も本当、ちょ、お願いしますよ。カメラどこだ、これ。聞いてる方もお願いしますよ。本当に。次、勝山さんにパスですか。次、勝山さんにパスですから。うん、ええ、分かってるお前。うん。もう俺は聞いてる人たちに言ってるぞ。しっかりとね、いいパスを、ね、いいパスをね、皆さん。僕は、ええ、僕は純喫茶チルドレンが書きたいんだよ。うん、なるほど。スッパンノベルの2人の悪ふざけをね、延々続けるのをここに止めたいと思ってんだ。分かるね。分かるね、あなたたち。頼むよ。どうぞ、お願いします。いや、もう、これはね、うん、本当に、あの、うん、僕はできる。だけの、選択肢は用意しました。うん、あとは本当に見てる方の、あの、うん、気持ち次第だと思います。そういうことですね。はい、これは僕では選択肢としてはもう最高の3択を作ったんじゃないかと思います。うん、はい、うん、では選択肢の方を、はい、いいですか。はい、はい、それでは、一つ前の文章からいきましょう。はい、1番いきます。とうとう人妻ファッションヘルス絆ドッキュンの前までやってきた、その時だった。ああ、なんで繋がらないんだよ。大きな叫び声に思わず目をやると、そこには弾丸と大きく書かれた革ジャンを着ている痩せこけたチャラ男が立っていた。来ましたね、1つ目です。ここに来て。あんなに探しても見つからなかった。あ、お、橘ゆうすけくん君って子は君って子は本当に気が利く子だな。これ1つ目です。あー、サプライズだ、これは。これ1つ目ルートです。おー、うん、2つ目いきましょう。
はい、とうとう人妻ファッションヘルス絆ドッキュンの前までやってきたその時だった。よしおは目を丸くした。黒髪ロングのストレートに少し垂れた奥二重の目、あの時と変わらない母の姿をした女性がお店に入っていく。胸には赤い花のアクセサリーをつけているのが見えた。おお、なんということだ。カツラさんが引き込まれている。俺はちょっとすごい目が離せないね。目が離せないじゃない、耳を閉じれないね。いいでしょ、これ結構選択肢僕結構来たと思う。すごい。今俺の心臓の BPM 爆上がりだ。BPM 来ました。いやいやつって。じゃあ3つ目いきましょう。3つ目。とうとう人妻ファッションヘルス絆ドッキュンの前までやってきたその時だった。お店の前には緊急事態宣言のためしばらく休業させていただきますとだけ書かれた張り紙が貼られていた。以上です。時事ネタも時事ネタも入れていくっていう、時事ネタもしっかり入れていくぞっていうね、マスクもあのしてやってます、出ていってますから吉尾は。ああ、そうですね、やっぱこのご時世がこう作品に反映されるとう、ね、そうです、やっぱね時代を反映させていくっていうことがね、やっぱ今あの作品を作るっていう意味ですから。おお、いや花さんあれだよ、はい、出ちゃったから言うけどさ、はい、これラストにしようと思ったんだよね。え、どういうこと？自分の番がもしもラストに回ってきたら、はい、純喫茶中毒に着いた瞬間に緊急事態宣言に向けて自粛してしまった。やっちゃいました。なるほど、まあこれはもうし、これは妙ですよ。いやすごい、すごい、はい、なるほど、ね、いいですね、はい、なるほどね、これはもうすごいですね、これ結構うん、いい感じでしょ。結構いろんなちょっところ回収した、ね、回収するというか、うん、ちゃんとしっかり戻せる選択肢を用意しました、うん、ここで勝山さんいきますから一旦戻りますよ、この作品は。あ、ちゃんとしたこう、ね、正規ルートに。嬉しいな、やっぱりな、きっとね、うまくやってるとこういうことがあるからいいよね。自分の喜怒哀楽が改めて単純だなとも思うし、うん、はい、いやじゃあね、じゃあね、じゃあ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 、そうですか、うわーこれは難しい、はい、ところで、うん、童貞が魔法使いになるのは30歳って聞いたような気がするんですか、私だけ、あれ魔法使い30歳でしたっけ、ね、30で40になったら妖精や、40は妖精なんですね、っていうことはだから吉尾はあのガセをつかまされてるってことですね。そういうことですよね。責任ではない。僕の責任じゃないです。吉尾はだからガセをつかまれてる。だからどっかで多分あのその勘違いをそうじゃないよって言ってくれる人が現れると思います。現れたところでどうだって話だけどね、これはね。マジで打足になっちゃうね。そうですね。じゃあアンケートいきますか。はい、いきましょうか。はい。いやこれはでもね、どれで転んでもなんか面白そうな感じがしますよね。うん、そうですね、本当にね、40歳の妖精は初耳です。あ、そうなんですね、ありましたよね、妖精の上ですね、はいはい、ありました、なんかあれですよ、あの昔それこそインディペンデントの一人芝居でね、あの、はいはい、さあ沖縄君だったかな、うん、っていう子があの東京から来てて、うん、でその子がそういう芝居をやってたの。30歳でもう俺はあの魔法使いになってしまって40歳になったら妖精になるって。ああ。それで俺も覚えてるだけなんですよ、ね。はいはいはい。なるほどなるほど。うん、いやー、だ残念な情報を吉は掴まされてるってことですね。吉はあまりコミュニケーション取れてないからですね。そうですね。それでは1番いきましょう。アンケートいきます、ああなんで繋がらないんだよ、大きな叫び声に思わず目をやるとそこには
弾丸と大きく書かれた革ジャンを着ている痩せこけたチャラ男が立っていたの続きが聞きたい方、アンケートはいを押してください。よろしくお願いします。うんうん、これね、どれにしようか悩んだんですよ。はい、どれだから父かかのおばあちゃんを出すかみたいな。あー、なるほどね。ここでね思ったんですけど、ね、一番ちょっとイメージがつきやすい、一番いない人というか、一番、はいはいはい、まさかいないだろうっていう人を置くっていうことがドラマチックかなと思って、あえてここはそういうことですね、置いてみました。はい、アンケート出ました。4件の、答えをいただきまして、はい 50%、 いいえ 50% となっておりますね。おお、五分五分。なるほど、じゃあ次、五分五分、次行きましょう。2番、吉尾は目を丸くした。黒髪のロングのストレートに、うん、黒髪のロングのストレートに少し垂れた奥二重の目、あの時と変わらない母の姿をした女性がお店に入っていく、胸には赤い花のアクセサリーをつけているのが見えたの続きが聞きたい方、アンケートにはいをお願いします。この赤い花っていうのはね、最初にあの土下座した、そうですよ、あの花なのかどうなのかみたいな、ね、いたっていう声が聞こえましたからね、あの花からね。あれは何だったんだろうか。 そしてあのもがれた可能性もありますからね。そうですよね、アクセサリーじゃない、あ、来ましたね。お、今回もはい、いいえ、分かれましたね、うん、これは4人の方が両方に分けたってことですか、ってことですかね。分かんないですよ、これ 3で皆さん4票のはいが来るかもしれないですからね。おお、はい、じゃあ次行きましょうか。自体戦一番広げにくいやつ行きますね。じゃあ3番です。みんな、お店の前には緊急事態宣言のためしばらく休業させていただきますとだけ書かれた貼り紙が貼られていたの続きが来たい方、はいをお願いします。あ、もう57分だ、あと30、あと3分ないでしょこれ。いや、気になるのはね、普通は1番か2番だと思って僕も書いてますけど、札束選んでるからな、この人たちな。そうなんですよ、あそこで、あそこで札束選、あ、来ました。あ、はい21票、いいえ3票ということで、3番はなくなりました、うん、3番はなくなりました、ね、じゃあ決選投票ですね。あ、これでも割れんのかな、もしかして4人の方ばっかりなんで。今何7名が聞いてらっしゃるんですかね。でもね、僕とか、うん、武田さんがコメント見てるやつも端末もカウントされてるので、そうかそうかそうか、そうそう、なるほどね。どっちかにしか灰を入れないでいいんじゃないですか。そうですね、だから1の続きが聞きたい方ははい、うん、2の続きが聞きたい方はいいえ、いいえ、うん、おー、あ、1回でも分かるんですね。そうそうそう、これででもね、うん、分かれる気がするんですよ、4人の人なんで。おー、うん、どうなんやろ、まあ、また一緒になっちゃった場合はどうしますか、まあ、どうしましょう、まあ、勝山さんが書きたい方でいきますか。あら、まあ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 、もしくは、なるほど、両方僕ら3人で、僕ら3人でなんか紙みたいなのに1かに書いてバッて出す、うん、だから今から僕らも参加したらいいんじゃないの。あ、僕らも参加しますか。はい、いいえ、そうしましょうか。じゃあ大丈夫ですもんね。うん、じゃあ僕らも参加しましょう。わかりました。はいはい、はい、じゃあ、1の続きははい、はい、2の続きは2の続きはいいえです。ではアンケートよろしくお願いします。あー、迷うな、迷うね。まあでもな、ここはな、うん、ここはこっちやな。はいはい、お、来ました。お、はいが 67%、 いいえが
33%、うん、というわけで、うん、続きは1が1に決定しました、うん、あれだけ探してもいなかった、うん、まさかの革ジャン、うん、チャラ男が目の前に出てきましたね、うん、よしおとうとう、いやもう大変ですよ、あんなに決意してやってきたこの、うん、はい、人妻ファッションヘルス絆とキュンを取るのかそれともチャラを取るのかっていう、もう最高のか、ここから葛藤が始まるわけですからね、吉尾の。素晴らしいですね、素晴らしいですね。100万を持ってもうね、うわうわですから、うん、そこでどうなっていくかですよね、うん、吉尾が。もう早くも読み返したいから、早くグループラインに出てほしい。やる気満々になってる。よかった。桃太郎の時はなんか立花さんノートに上げてくださってましたけど、今ノートには上がってないんでしたっけ、はい、まだノートには発表したので、今からノートの方に、あのライドノート、あーノートにも上げてます。ね、ちょっと1話2話は上げさせてもらってます、あーそうですか、あのウェブサイトの方ね。あ、そうなんですね、うん、はい、なるほどなるほど。一応発表した時の動画と、うん、あの文面を両方、ノートの方に上げてます。おー、なるほどなるほど、はい、はいはいはい、絆特急夢に出そうっていう。そうなの。そういうもんですか。よかった、いいネーミングだったんですね、じゃあね。一つはファッションヘルス絆特急の愛子さん、いやずっと、ね、狙ってた、素晴らしいね。いや、ね、いや決まりました、ね、しっかりしたこう作品の軌道に乗ってきたって感じですね。本当ですね。そうですね。本当ですか。まあこれでね、あの吉尾さんの人となりっていうのはだいぶ強固なものになりましたからね。そうですね。なりました、なりました。本当関係のねトイレとかマジどうしようと思って。ああ、いろいろね。いつまでも言ってやる。明後日も言ってやる。明後日は関係ねえだろう。明後日は関係ねえだろう。いやー楽しみですね。いや次また勝山さん書いていただけるんですか。いやもちろん書きます。当然、はい、もう乗り換えますよ。付き合いますよ。ありがとうございます。うん、いやーというわけで楽しみですね。はい。はい、いやー第3話、うん、はい、全12話でお送りしようとしてますからね、我々、はい、そうですね、だから、うん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 、まあ4分の1が終わったわけですね、はい、立ち上がりました作品が。だ起承転結のキーが終わったってことですね、ここでね、キーが終わって、そうですね、そういう意味ではキーとしてはいい感じで終わったんですか。バランスがいいですよね、うん、やっぱりね、うん、そこの、うん、素晴らしい、うん、ちょうどいい。武田さんすごい、もうほんと藤村 D みたいな、武田さんな。そんなことないですよ。藤村さんみたいな、もう何全部自分の手が、何で全部自分の手柄のように言う。いや、手柄っていうかね、どっかね、一言やねんな、なんかな。あなたのラジオっていうかね、番組あるでしょって思うんですけどね、何なんだろうな。ちょっと褒められた時にはすっげえ顔を出すけどさ、批判されたら笑ってごまかしてさ、さあとか言って、すみませんって言ってくるけど、どうかと思うよ、僕は。いやそういうもんですよ。放送業界っていうのはそういうところなんでしょうね。本来カットされるようなところだから、人の機嫌損ねない程度の笑顔がちょうどいいんでしょうね。なるほど。おお、そういうことか。その話を区切っていくんでしょうね。編集点をこう作ってね。ご自分で。ね。ちょっと止めちゃったりなんか。はい。ね。というすっぽんノベルリターンズでございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
というわけで、いやいいですね、はい、今日はこの、うん、どうですか、どうしましょうね、コンティニュー声はいただいてるんで、あとまあ、はい、20分ぐらいやろうと思ったらできるんですけれども、11時半まで喋りましょうか、うん、やりますか、はい、もちろん、はい、もちろんです。そうです、そんなもう、ええ、コンティニュー声いただいてるのにこう途中でやめるみたいなことはね、これどうしたの、なんかそんな感じだったっけ、意に反する、うん、すっげえなんか前のめりになった、前のめりですね、ずいぶん今日は前のめりです、貴重なこのコンティニューコインがね、カイムと喧嘩した、いやそんなことないですけど、どうですか勝山さん、お久しぶりですけど、はい、ね、3回目の緊急事態宣言があって、もいろいろ大変な時期ですよね、うん、今ね、また、うん、まあ、実際でも僕は直近の、ね、予定つっても、表に出ることは今インディペンデントシアターのね、それこそ不定芝居のインディペンデントなので、はいはい、うん、やっぱその知り合いの、それこそ花さんのところ、うん、ね、出てたね、元若さんもね、元若さんね、うん、はい、はい、千秋楽に急遽なっちゃったりもしてたやんか。そうですね、うん、そう、まあまあ、あとはやっぱね、裏方仕事も結構させてもらってるんで、そこのね、なんか延期とか延期、うん、まあ発表前に延期中止か決定するみたいなこと、ああ、うん、そういうことね、こうもらうのはやっぱね、うん、慣れないですね、辛いですね、だからね、こうずっと準備してきたものがね、うん、だから、なんだろうね、あ、まあ仕方がないっちゃ仕方がないんだけどね、まあね、でも、うん、どうなんでしょうね、やっぱ延期した方がいいのかなって普通に思う、うん、もう万年緊急事態宣言みたいになりそうだなと思って、うん、そうね、もうそれはもう本当にそうやと思うわ、なんかもうずっと緊急事態宣言になるんじゃねえのみたいな気がしてきて、たりはして、うん、もうそしたらもう延期とかしててもしゃあないんじゃないみたいな、うん、なんかさ、うん、どっかの国がさ、コロナ完全収束みたいな話でちょっと喜んである動画上がってたやん、うん、どっかな、どこやったかな、どこやったかな、ニュージーランドかポーランドか忘れたけどさ、うん、ランドついてるとこね、なんかそこそうな、そこもな、どういうことで完全収束になったのか、ちゃんとロックダウンしはったんかな、でもその辺のロックダウンとかをしっかりとしててみたいなことをちょろっと言う、なんか話した気がする、とにかくそのなんか陽性っていうさ、なんか宣言はもういいからっていう気持ちにやっぱなっちゃうのはわかるな、さすがにな、うーん、まあ、かといってなんかね、その手厚いなんか何かしらの保護みたいなことを言う方にもなんかいろいろね、俺らの誤解しない複雑な事情とかがあるんやろう、まあね、いろいろあると、うん、ありますよ、だから今回うちの結婚式もやっぱり家にその持病を持ってる家族がいる僕の親戚なんかはやっぱ今回やめとくわってなったしね、そうですよね、やっぱね、やっぱその世代間であったりとか家庭の事情で多分コロナの受け止め方って全然違う感じはあるんやろうなと思って、うん、いうのは感じてるね、まあでも本当にエンタメ業界が一番このねダメージを受けているような印象ありますよ今は、うん、多分なんだかんだ言ってその飲食店はまあ補助が出てたり支給されたりしてる部分って、うん、まあ少ないですけどあるわけじゃないですか、エンタメ業界は本当どうしたらええねんと思いますよね、直接の補助はないけどその文化事業として文化庁からのその支援金みたいなのは一応あるんですよ、だからそれがまあその書類申請して通ればある程度のお金 は返ってくる、公演中止になった場合ですよね、とかのやつも東京とかやったらその中止になったものを申請すればもらえるところもあるし、大阪は多分それは東京都だけがやってたんじゃないかなと思う、あとだからそれは東京都だけど、で文化庁もなんかやってはいるんですけどね、うん、それをだからもっと言うとそのエンタメ関係の人たちがみんなその全員が全員申請してなかったりもするんですよね、なんでかっていうと多分それで生計
立ててる人よりもバイトとかで副業で生計立ててる人の方が多いから、あ、自分たちがそのそれを申請していいのかどうなのかみたいな風に考えてる人もいて、条件にも当てはまらない場合もあるってことですね、うん、そういう場合は。いや、当てはまるんですよ。そう、うん、あ、条件的には当てはまるんだけど、実際問題それで生計を立ててるわけではないから、完全な、だから当てはまらないのではないかと思って申請しない人とかも多いかったりしてて、うん、そう、それこそね、あの共通の知り合いとかも、あの全国でね、あの、うん、いろんな、芝居の方も提供したりとかしてらっしゃる方がいるんですけども、その方も全然してなくって、うん、うん、いや、あなたこそ生計立ててやってんだからね、あの、うん、早く応募しなさいよって言っても、うん、ちょっとなんかそういうのんで、ね、なんか怖いんだな、政府という存在がな、まあ、ね、僕らものづくりしてる人は結構そういうところから離れたくてやってる部分があるから、どうしてもそのあんまりその数字ごととか書類ごととかが苦手な人が多くて、でそれでなんかこう監査が入った時にさ、どうしたらいいんだろう、証拠になるものあるのかなとか、なんかいろいろ不安になっちゃう、うん、があってやってない人がいて、ね、実際ね、グレーな生き方してる人もいるので。うん、まあ、そういう人たちはもう、ね、うん、もうじゃあ、うん、あの、そういう人こそちょっといろいろ考えてみて、まあ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 、そうなんだけど、そうそうそう、ちゃんとそうしてる人もなんか怖がっちゃってるっていう状況が去年すごいあったから、うん、まあね、だから社会に出たことない人とかが多いからさ、僕もだから、そうね、うん、高校卒業して専門学校行って、そこからバイトか劇団の人間やったんで、うん、その、うん、意外とっていうか社会の仕組みというか、なんかそういうことをしっかりと環境の中でこう感覚としてわからないままいい大人になってる人とかもいるよね。そういうところは、まあ、まあそういうところは業界の良くないところではあるんだけど、多分、うん、先輩とかその劇団入ってた劇団の人がしっかりとその辺とかのケアとかもしていったりとかできるようになればいいんだろうけどね。けど、あ、そっちはどうなんですか、テレビ業界はどうなんですか、芸能人の方とかではなく、あの働いていらっしゃる方々、はいはい、会社、うん、制作会社とかその辺とか。いや、もう歪みはもちろんそっちに寄っていっちゃってますね。全体的なスポンサー収入がガクンと減りましたよね。そうなると会社として制作費を削減する、うん、じゃあそうなると、うん、ちょっと下請けのね、制作会社の人数をちょっと減らそうかみたいな話にはなってますね、うん、でだいぶ減ったみたいです。だいぶと言いますか、うんうん、ちょっと減ったっていうのは聞いてます。うん、なんかさ、だから、さ、うん、はい、歪みは聞いてますけど、うん、はい、どうぞ、ごめんなさい。いや、すみません、マツコの知らない世界がさ、ずっと再放送じゃないけど、昔やったやつをもう一回なんか流し続けてたやん、レギュラー放送で。ああ、はいはいはい。そうそうそう、ああいうのもそういうのが関係してるのかなとかさ。まあ、それ単純にはもうロケに出られないと、うん、新しいものを作れないっていうことが、うん、お達しとしてテレビ局としてそういう、まあ、局によって方針違いますけど、うん、いろんな局でもうちょっとこの例えば大阪だったら大阪から県外は出ないどこみたいな自主規制みたいなものを行ってたんで、新しいものを撮れない、だからもう古いものをそのまま流すのはちょっと制作者として、うん、ちょっとダメだろうということで、ちょっと見直して、うん、再編集してみたいな、まあ、再編集したものをウォッチャーして流すみたいなものはやってる、うん、もうでも苦渋の決断ですよね。うん、怖かった、うん、これもなんかはい、マツコさんが病気になっちゃったりしてたらどうしようとか、なんか俺他の番組見てへんの、あ、なるほどね、うん、やっぱり思っちゃうし、あ、元気なのかなとかさ、うん、うん、そうですよね、うん、大変ですわ、それはそれで、うん、大変ですよね、うん、まあ、社会構造は完全に変わろうとしてますからね、
そうそうですよ、うん、一変してしまいましたね、うん、なんかみんな自宅にいるから在宅してるから視聴率いいから儲かってんでしょみたいな方を言う人もいるんですけど、それは全然関係なくてですね、うん、確かに数字は上がってるんですけど、うん、そもそもお金を出してくれてるその企業が減ってる段階なんで、うん、数字がいくら高かろうが入ってくるお金が少ないんで、視聴率が上がったらチャリンチャリン入ってくるとか、はい、そういうわけじゃないですからね、うん、そうそうなんです、そういうわけじゃないですからね、そうそうなんですよ、だから YouTuber はもしかしたらね自宅で見る人が増えたから若干、うん、儲かってる人はまあ一部でいるかも。それで言うと任天堂が過去最大業績上げてましたね。そうですね。ああ、そうそうですね。ゲーム業界とかはすごい行ってますね、今ね。そうでしょう。それがちょっと嬉しかったりもするんですよね。なんかずっとゲームしてるので、うん、その今っていうことじゃなくて子供の頃から。うん、はいはい、もさ、大人とかにずっと言われるやん、ゲームなんかせんとって。まあね、サブカルチャーとして、そうそうそう、メインカルチャーにはなれなかったものがね、うん、そうそう、でなんかそういうものが今は、うん、誰かの助けに多いになってるやん、うんうん、ああなってますね、うん、そうだから、なんかこうそれももともと昔からせやけどさ、いい大人がすっげえ頑張って作ってるもんやからさ、うんうん、そんなんかしてないでっていう言い方すごい腹立ってたのよね、うんうんおうん、まあでもそれは昔からなんか漫画もそうやった、アクションって呼ばれてた時期があったりとかするらしいし、うんうんうん、やっぱ僕らみたいな子供、うんうん、子供の頃からゲームに慣れ親しんでる世代がやっぱもうメインになってるから、ゲームのことをバカにする世代はどんどん少なくなってるっていうところもあるかもね、と思ったりする、もちろんね、うんうんうん、あ、このなんやろね、その巣ごもりのなんやろ後押しじゃないけど、うんうんうん、になってそのゲーム業界が活性化して、そうね、うん、よりいいものが、うんうん、もう不幸中の幸いな気がする、うんうん、っていうかそういうことでもないと本当に救われへんし、うんまあ、しんどい業界もあれば上がってる業界もあってって感じは確かにあるよね。うん、ね、うん、頑張れ、踏ん張りどころやぞって思うね。うん、うん、まあなんかね、形をね変えないといけない時期ではあるんでしょうね、何かしら自分、うん、ね、今窮地に立っている業界は何かしらやっぱり考えないと、今の昔のままではちょっと厳しい時代ではあるんだろうなと思うんですけど、あと1分です、うん、ズームが、あらあらあらら、ツイキャスはまだ行きますけど一回安定しますか、うん、あ、じゃあ一旦ちょっと CM しよう、 CM ないですけれども、うん、はい。ねえ、なかなかね、難しいところでございますけど、あ、真面目に聞いてくださってますね、ありがとうございます、真面目に聞いてますとのこと、おーい、だ僕もね、ちょっと YouTube ちょっと頑張ろうと思って YouTube 今頑張ってますけどね。え、そうなん、はい、ちょっとあ、オンラインサロンじゃなくて、オンラインサロンも、オンラインサロンもやってて、まあ、え、オンラインサロンは第1回終わったんですよね、はい、配信が終わりまして、まあこの間のお芝居についてとその歴史的背景について喋って終わりましたか。おー、それは何人ぐらい聞いてらっしゃったかとか聞いていいのか、うん、ね、ゼロ人です。おお、なかなか今一人だけ入ってくれてんねんけど、はいはいはい、勝山さんもご存知、梅田さんが入ってくれてます。ありがとうございます、ありがとうございます、梅田さんっていう感じで、まだまあ全然まだまだです、ね、うん、まあまあね、だからまあ僕が急にオンラインサロンやるって言って僕の周りの人がどれだけ入ってくれるかっていう話なんでね、うん、オンラインサロンはもう曜日とか時間が決まってるんですよね。
一応あのオンラインサロン上にはスケジュールを出してて、あ、それは別に普通に、あ、でもノートとかにもスケジュールは出してるんだけど、ほほほ、うん、でまあ基本的にはそのアーカイブとして残るし、別にその生配信は週に1回だけど、うん、まあ生配信俺ずっとやってるからな、うん、あれやけど、もう毎日ぐらいやってるんですか。そう、生その2回は、そうね、だからそのオンラインサロン上の生配信は1回だけど、まあまあ小出しになんかいろいろ情報とか出してとかって感じですね。でまあその中でちょっとあの何て言うんですかね、なんか心に残るワードが出たら YouTube にもあげるみたいな感じでやっております。YouTube は何をやってるの？ YouTube はうん、最近はちょっといい話っていうタイトルで、うん、なんかこの間今日あげたのはインドの人生哲学に学ぶ人に迷惑をかけてもいい生き方っていうタイトルを、まあ、つけてもらったんだけど、うん、インドのさ、人って日本の親は人に迷惑かけるなって言って、あの、うん、教えるじゃないですか、うん、インドの親って人に迷惑かけて生きることになるんだから多少のことは許してあげなさいって言って教えるんだって。うん、おアクセスが逆ですね、うん、そう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 っていう話をちょっと中で見かけた時に、うん、あ、それってでもこういうことだよなっつって僕なりの解釈みたいな話をちょっとしたりとか、うん、だからまあ何分ぐらいのやつ？8分ぐらい。あ、そう、結構しゃべるね、うん、とかなんかちょっと真面目な話をしてるところを切り抜いて YouTube に上げてんのと、あと、はすっぽんノベルをあげてんのと、の切り抜きをあげたりとか、もうね、そうそうそう、うん、あのいつも通りのやつと、ちょっと変え、うん、思考を変えて、なんか、っていうのをやってる。へ、まあね、僕が言ったとてみたいなところあるんだけどね、影響力を持ってる人が言うのと、僕が言うのとまた違うから。まあ、ちょっとそのを後押ししてくれてる人がいるので、それじゃあちょっとやってみようかなと思って、ね、まあまあでももうだから7月末までに30人いかへんかったら終わりにしようっつって、いつまでもやってても仕方ないから、なるほどなるほど、それ期限決めてちょっと実験的にやってます。よろしければオンラインサロン立場で30日無料ですんで、あの一度入ってみてもらって、なんかどんなもんか見ていただけると嬉しいなと思ってます。それはあのアップされてる日に入ってやめて、入ってやめてを切り返してどうにか30日無料で行こうみたいな。いいよ別に、もう俺そんなんでもいいよ、もうそんなんでも入ってくれたらもう僕は万々歳ですよ。あの人また承認、まただからあの人また入りたいって承認求めてはるわみたいな。毎週毎週抜けては承認求めはるわって。でもまあ名前知ってるしええか、まあ言ういいかみたいな。抜け道、ええ、全然いいですよ、もうそれでもなんか僕の相手してくれはるんやったら。なんかね、何か始めないといけないっていうのは確かにあるよね。うん、うん、結局ね、生の人間、生舞台のね、ライブの人間やから、うん、どうにもそのライブ以外のことをやるのには抵抗をやっぱ持っちゃう部分がね、うん、そうそう、あ、そうなんですか。一応あるんですよ、うん、はお仕事でもらったら万々歳で何でもやるけど、うん、はい、その自発的にすることに関してはっていう感じでね。あ、なるほどね、うん、そう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 、あって、まあ、あとあの映像コンテンツってそれこそ花さんと一緒にやった、うん、あのインディペンデント5分の1のやつをやってみて思ったけど、うんうんうん、まあやっぱ普通に映像作ってる人にかなうはずもなく、まあね、うん、でね、これが演劇人が作ってるからなんですよっていうのを見てる人にとってはただの言い訳やん。そうね、同じ映像コンテンツとして見張るからね。そう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 、うん、でそんなものを見た後にじゃあ本当の舞台見に来てですって言っても、それがそもそも面白くなかったら見に来るはずもなく、うん、うん、よっぽどいい手段思いつかへん限り、その映像コンテンツってなかなかね、やらん方がいいんやろなっていうのがちょっと個人的な答えだったのよ。なるほど、うん、まあ本体と監督ぐらいですよ、うん、うん、
だ例えば、ね、僕らがやってた作品を生配信でやるっていうとまた意味が変わってくると思うけどね、うん、そうね、うん、そうなってくるとちょっと意味が変わってくるけど、あれは録画をね見てもらってるっていうから、よりその映像コンテンツ、既存の映像コンテンツに近いってなっちゃうなっていうのはあるかもね。うん、まあなんかね、あの急に始めるとやけどするのが怖いからっていうことやねんけど、つまりはもうやけどして終わって自分らの本当の活動に悪影響にしかならへんのが怖いっていう。いやでもね、ある意味挑戦してやけどしてるやつが最終的に俺は残っていくんじゃないかと若干思っていて、そうなのよ、うん、そうなのよ、そこなのよ。さすがに1年も続くと、うん、単純に考えなんてものは変わるし、うん、うん、なのであの段階でちょっと一歩引くのは良くなかったなと。ああなるほど。おお、うん、そうそう。やし、その自分らがやっている舞台っていうものに関しても、はい、もうちょっと違う手段でできることあるんじゃないかっていうのもちょっと思ってて。どうなんや。そうそうそう、まあまあその辺の話はまたまあ花さんがね、うん、よく一緒に絡ましてもらってるんで、はい、まあちょっと話はさせてもらいます。どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、まあなんかね考えて動かんとねっていう話の中で、うん、その花さんがオンラインサロンとかね初めて聞いたけど、うん、その YouTube のやつとかやってるっていうのを聞けたのが、うんうんうん、なるほどなっていう話ですよ。なんかもう YouTuber ですよ。まあそれは、うん、僕は全部絡めたいので、オンラインサロンも YouTube もなんか全部一つのなんか流れの中で立花に興味を持ってもらえたらなっていうところがあって、いろいろつなげていこうと思っていろいろやってて、でだから多分武田さんも、うん、いやほら武田さんもなんかやるやらみたいな話があったじゃん YouTube で。あ YouTube ですか。ああ YouTube は曲の YouTube?局の YouTube として今立ち上がりまして、うん、半年経ちましてね、はい、半年経ってまあ順調っちゃ順調なんですけど、まあ、今後どうしていこうかなみたいなのは、まあ、とりあえず立花さんと勝山さんを見習って、うんうんうん、ちょっとルーティン動画を今度撮ろうかな。てめえふざけんなよ。パクるパクるだよ。俺らのルーティンをちゃんとパクれよ。俺らのルーティンをパクれよ。その世間一般でやってるルーティンやんなよ。だからそうそうそう。だからかちょっとパクるというよりかはその影響を受けた感じですかね。どっちかというとね。武田の、うん、やっぱルーティンはいけんじゃないか。それはだからちゃんとこの概要欄にこのルーティーンを僕らは影響を受けて参考にしてますと、概要欄にちゃんとリンク貼っといてくださいね。そうクリックのこの上に出るやつやってお願いしますよ。シュッてシュッてこう画面の上にシュッて出るやつとかもやってくださいね。カードカードおすすめみたいな、ね、おすすめみたいな、おすすめもやってください。最後終わった時もここうなんか画面に3つぐらい2つか3つぐらい出るところにうちの動画のリンク貼っといてくださいね。1つずつせてね。そうやってあれもあれ全部、はい、作ってんですね。あれ自分で YouTube 上で設定できるんですよ。自分でそういうことなんですね、はい、なんならやりますよ。そのあんたの曲のやつの編集僕。あ本当ですか、はい、いやでもだからちょっと影響受けてますんで、まあとりあえずルーティンはやっといた方がいいだろうと、はい、なあそうですか、はい、やれるんですね。大変だルーティン。まあ川でね、どれだけ川突っ込んでもらったり水浴びてもらったりしていただければ全然いいと思う、うん、だから田中さんがさ表の、はいはい、裏のアカウントとかでこの動画面白いとかっつって拡散してくれたっていいんですよ本当に。ああ僕は全然影響力ないですよ。そいやいいんです、影響力なくてもいいんです。いろんな方がね量より質です。武田を誰が見てるかが問題なんですよ。ああで武田が見てる人が武田さんの向こうに影響力がある人がいて、その人がやってくれたらいいんですから。ああさらにね拡散力っていう。ジャスティン・ビーバーにたどり着きたいんだよ。そうやね、俺らはジャスティン・ビーバー探してんねん。そう、そう。ジャスティン・ビーバーの目に届く努力の一条だから、ちょっとずつ、ちょっとずつ近づいて。そう、だからやっぱり
最短ルートで行くにはやっぱ業界人狙っていった方がいいのよ。なるほどね。ええ、ああわかりました。これだから本当よろしくお願いします。これガツンとくるやつをね。はい。また。うん、いけるんじゃないの。だから武田さん、ブルゾン、チェイミー、ジャスティン・ビーバーみたいにいけるんだよ。そんな、そんなルートあんの。はい、あと30秒になりました。というわけで、今週も最後まで聞いてくれてありがとうございました。コンティニューコインもありがとうございました。ありがとうございます。また、本当にありがとうございます。スポンノベル第4話もお楽しみにください。勝間が書きます。はい、というわけでね、オンラインサロンどうぞよろしくお願いします。はい、あとこのツイキャスのねメンバーシップというのもやってます。まあそちら水曜日のやつなんで今回関係ないかな。はい、というわけでおやすみなさい。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。